バイトをしていた方がマシだな。お金を稼がないとちゃんとしたご飯も食べられないしね。そうね、このところ食じゃありません、野草スープです。わしは好きやけどな、慣れると美味しいで、雑草スープ。だから野草スープです。まあ私たちがいつも空腹なのは事実だ。だが私たちは忍びだぞ。気合で何とかするんだ。気合で。ねえホムラ、気合も大事だけど、鈴音先生にお願いするっていうのはどう？先生なら力になってくれると思うんだけど。いや、それはでアルバイターじゃなくて忍びでしょ。立派な忍びにならねば意味がないからな。でしたら PBS P1 グランプリにかけてみるのはどうでしょう。そういえば優勝したら何でも好きなものをくれるとか言ってたわね。ならば優勝してもやし100年分をいただくのがいいかと。いや、そこはもやし100年分じゃなくてもいいんじゃない。肉か、肉100年分か。100年分にこだわる必要もないけどね。まあ何をもらうにしても話は優勝、予選1回戦も始まるみたいやで。よし、やると決めたらやるのが私たちホムラグレン隊だ。優勝して何でもいいから食べ物100年分だ。おお。行くで。さあ行くで。5、4、3、2、1、 Here we go。 ナイフで攻撃しても勝敗はつかんのやろ。ああ、決め手は専用のウォーターガンとやらだけだ。しかし、これはどう使えばいいんだ？鉄砲と一緒です。狙って撃つだけです。そこまで難しくはありませんわ。分かってはいるんだが。ほんま、コツを教えてあげようか。いや、気合で何とかしてみせる。本当に気合で何とかしちゃうのは私たちのリーダーなのよね。終わったで。どうしたんだ未来、パソコンとにらめっこして。YouTube で試合を生中継するって言っていたでしょ。だからなんかコメントがついてないかなって思って。まだ何にもついていないみたいだね。 YouTube のコメントか。なるほど、確かにこれは鈴音先生の言ったようにチャンスかもしれないな。え？チャンス？そうだ、
YouTube を通じて私たちの活躍が忍びのお偉いさんたちの目に留まるかもしれん。そうなれば忍びとしての仕事依頼がじゃんじゃん来るぞ。そんなにうまくいくかな。未来の言う通りね。 YouTube には強い忍びの動画がもうすでにたくさんアップされているわ。ただ強いだけじゃそんなに目立たないかも。そうか、目立たなければ意味はないしな。いいチャンスだと思うのだが。最高評価だね。みんな聞いてくれ。この大会での私たちの目標は優勝と仕事の確保、この2つだ。優勝はともかく、仕事の確保はどうすればええんや。問題はそこだ。 YouTube を利用するにしても他の忍びよりも目立たないといけないのだが。普通の動画サイトだと〇〇してみたとかのやってみた系動画が人気だよね。〇〇してみたか。忍びがコンビニでバイトしてみたっていうのはどうだ。それって面白いっていうかまんまじゃない。そうか。みんなも何かアイデアはないのか。えい、うん、日陰さん、急に私の胸を触ってどうしたのですか。ヨミさんのおっぱいを揉んでみたっていうのはどうや。わし感情がないからよくわからんけど、世の男たちはこういうのが好きなんやないか。ダメダメ、エッチなのは運営に削除されちゃうよ。宣伝にもならないって。そうか、難しいもんやな。だったらどうすればいいんだ。私たちが目立つ方法はないというのか。そんなことないわよ。ホムラちゃんにはあれがあるじゃない、あの面白いネタが。お、面白いネタ。芸人じゃあるまいし、私はそんなものは持っていないぞ。持っとるで。ありますわね。うん、ホムラのあれならきっと目立つって。さあ次は予選2回戦だよ。お前たちまさかあれを私にやらせるつもりなのか。行くで。いざ尋常に勝負。5、4、3、2、1、 Here we go。 ホムラちゃん、忍びとしての仕事が欲しいんでしょ。もちろんだ。ならやることは分かってるわよね。しかし。何よ、前はあんなに自信満々にやっていたのに。それはだな。出てこいや。
勝つには勝ったが憂鬱だ。終わったで。ホムラちゃん、カメラがこっちに来ます。チャンスは今です。ネタを披露など本当はやりたくなかった。どうして？前はあんなにノリノリでやってくれたのに。考えてもみろ、お前たちは私のギャグに慣れている。しかし忍びのお偉いさんたちは私のギャグは初体験だ。耐えられると思うか、嵐のような私のギャグに。もし笑いすぎて心臓発作でも起こしたら忍びの仕事どころではなくなる。私はそれが心配なんだ。バカ言ってないで、ほらカメラが来たわよ。やるしかないのか。はーい、 YouTube ご覧の皆さん、私はホムラです。いきなり変な日本語。では勝利を祝して一発芸をやります。すぐ元に戻った。わけわかんないわね。待ってください、ホムラちゃんが6本の刀を取り出しましたわ。出るで、あの技が。ホムラ流携帯模写術、ひよぎカニからのサラマワシ。はあ、ホムラが6枚の皿を6本の刀で回してる。これは新ネタです。はい、いつもより多く回しております。最高評価よね。未来どうだ、 YouTube の反響は。ホムラ、それが、その言っておくがな、受けるのは忍びの仕事のみだぞ。お笑いの営業とかはお断りだからな。仕事の依頼は来てないよ。動画の再生数は最下位でコメントも全然伸びてないんだけど。なに？カニ&サラマーシが受けなかっただと？そんなことあるわけがない、あるわけがないんだ。ホムラちゃん落ち着いてください。次の予選3回戦では私が行きます。ホムラちゃんだけに恥をかかせません。ヨミ、気持ちは嬉しいが、カニ&サラマーシを超えるようなネタをお前は持っているのか？ええ、もちろんです。私、勝算なき戦いはいたしません。お腹が減るだけでもったいないですから。なんだかわからないが、すごい自信だ。よーし、行くわよ。5、4、3、2、1、安心してください、ホムラちゃんの敵は絶対に取ってみせますわ。かなり自信があるみたいだが、どんな芸をするつもりなんだ？それはまだ秘密ですわ。そういえば、ヨミお姉ちゃん、さっきごそごそと何か準備してたけど。準備？
意外と大地獄のネタなのか。私たちの勝利ですわね。ヨミ、あとは任せたぞ。ええ、お待ちください。私渾身の芸を披露いたしますわ。悪くなかったわよ。シロップをかけなければただの水、ほとんどお金がかかりません。それでいて大食いの中でも最高難度と言われる一品、目立つこと間違いなしです。うわー、なんて量のかき氷を用意したんだ。でもかき氷を大食いなんてしたら、ヨミお姉ちゃんのお腹が。無事ではすまんやろうな。もとより覚悟の上です。わかった、ヨミ、骨は拾ってやる。命尽きるまでかき氷を頬張ってこい。はい。しかしヨミはどうやってあれだけのかき氷を用意したんだ。確かにそうね、ここって飲み水はペットボトルでしょ。どこの水を凍らせたのかしら。ヨミさん、ちょっと前にプールの水を汲んでたで。何？それじゃああのかき氷はプールの水で作ったのか。ヨミ、やめろ。そんなかき氷を食べたらお前の腹は本当に。皆さん心配してくださってありがとうございます。でも大丈夫、貧民街で鍛えた私のお腹はプールの水ぐらいで壊れるものではありません。当然よ。ヨミはどうした。まだトイレから出てこないよ。そうか。さすがのヨミちゃん、でもプールの水のかき氷はきつかったみたいね。仕事欲しさのあまりヨミをこんな目に遭わせてしまうなんて。くそ、リーダー失格だ。私はホムラちゃんは悪くありません。ヨミお姉ちゃんの声だ。トイレからだよ。むしろ謝るのは私の方です。自分のお腹を過信していました。もういい、ヨミ、何も言うな。
今はトイレで安静にするんだ。はい、ではお言葉に甘えて。こうなったら次はわしの出番やな。出番って、日陰ちゃんは何をする気なの？ラップや。え？ごめんなさい、よく聞こえなかったわ。もう一度言ってくれる？ラップや。ああ、ラップや。ラップ。嘘でしょ？嘘やないで。サンキューベイベー。日陰ちゃんがラップってなんか大変なことになるような気がするんだけど。さあ、予選の4回戦が始まるで。ヨーチェケラや。行くで。まあ、やりましょうか。5、4、3、2、1、 Here we go。 ひかげ、本当にラップやるつもり？わしがラップをやるのはそんなに変か？うん、即答やな。そもそもなんだけど、日陰ちゃんはラップって何だか分かってるの？食品用のラップフィルムじゃないんだぞ。ちょっとわしのことバカにしすぎとちゃう？尋常に勝負。でも鈴乃先生が相手だと。鈴乃先生、どうしてミス R という馬鹿げた真似をしているのですか？わかる。何の話だ。私はミス R ではない。いや、そんな、あれは一目見れば。わっつくやるよ。私があんな変態みたいな格好をするわけなかろう。そうですね、わかりました。では、そういうことにしておきます。それがいい。話がまとまったところで勝負だ。へい、出てこいや。本気強くなったな、お前たち。こんな大会でも勝ちは勝ちだ。胸を張っていいぞ。はい、ありがとうございます。それじゃ、わしはラップの準備をするわ。ラップ？何の話だ？いや、その、気にしないでください。帰りましょうか。日陰、最後にもう一度聞くぞ。本当にやるのか？もちろんや。おいカメラ、こっち向け。ほな、行くで。せやな、せやな、せやな、せやな。わしは日陰、無感情生まれ、無表情育ち、不気味ガール。
たまに笑うとみんな怖がる。こんなわしにも夢がある。それは YouTube の VTR。 仕事がたくさん舞い込めばホムラグ連隊は最強になる。待ってるでオファーのメール、片っ端から受けてやる。あれ？なんだかかなり面白いんだけど。確かに。せやな、せやな、せやな、せやな。配信された動画の再生数がすごい勢いで伸びていくよ。 Thank you, baby。今日は調子ええかもな。読み上げてくれ。うん、ね、忍者テーマパークで大道芸をやってほしいんだって。あと司会もできる人がいると嬉しいって。やっぱり、はい、思った通りです。こうなるんじゃないかと思ってました。って私たちは忍びだぞ。芸人みたいに営業の仕事を増やしてどうする。そうだよね。いや、すまない。未来に文句を言っても仕方がないのに。うん、忍びの仕事が来るように私も頑張る。何、まさか未来も。私は芸なんて持ってないけど、やれることをやってみる。必ず目立って忍びの仕事を取ってくるよ。未来さん、気をつけてください。芸の道とは恐ろしいものです。一歩間違えばトイレにこもることになりますから。いや、読みお姉ちゃんみたいにトイレにこもるようなネタはやらないよ。ついに見つけたぞ、ホムラ。この私がわざわざ会いに来てやったんだ。ありがたく思え。誰だお前は。そんな安い挑発など私には聞かん。さあ、おとなしく私と PBS で勝負しろ。いいだろう。たとえよく知らない者が相手でも、勝負を挑まれて逃げる私ではないからな。そうね、大会とは関係なくても派手に暴れていれば生放送されるだろうし。よし、カメラが来たらチャンス到来だね。私頑張っちゃうよ。行きますわ。私のカニ&サラ回しよりも面白いネタということか。そんなことないよ。その動揺、やはり私より面白い。みんな聞いてくれ、未来のネタはすごいみたいだぞ。やめてよ、ハードル上げるのは。Oh!
じゃ。参る。ついにこの時が来た。ホムラ、覚悟しろ。だから誰なんだお前は。お前本当に私を忘れたというのか。小学校の同級生か。違う。遠い親戚。違う。わかった、バイト先の店長だ。そんなわけあるか。じゃあ誰なんだ。私をコケにするとはいい度胸だ。有権人どもめ、悪の手か。さっぱり思い出せないな。知らないうちに恨みでも買ったんじゃないの。ま、今はそんなことはどうでもいい。こちらの計画通りに YouTube でも配信されているようだ。あとは未来の芸次第ね。こっちに来たぞ。それじゃあやります。この日傘を使って一発芸を。爆弾をいつもより多く回したいと思います。爆弾を回すだと。そりゃ無茶や。失敗したら死んでまうで。それぐらいの覚悟がなきゃ私の芸じゃ目立てないもん。大丈夫、絶対に成功して忍びの仕事を取ってくるから。未来はるか様、私のパソコンで BGM を流して。了解よ未来。音楽ファイルと、これかしら。ちゃんと録音できてるよね。はるか様、それは違う、ダメ。10年後の私へ。どう、元気、毎日は楽しい。なんやこれ、未来の声やないか。違うの、これは私の声じゃない。この間私占い師に言われたよね。10年後に化けるって、大化けするって。とんでもないプロポーションになって、とんでもないフェロモンを振りまいて、とんでもない女性になるんだって。だから私毎日頑張るよ、素敵な10年後の自分になるために。 I'm proud 未来。 I'm proud 未来。爆弾が日傘から落ちたで。これがもやしの力ですわ。何を言ってるの。ナイスファイトだったわよ未来。私はあなたを誇りに思うわ。はるか様、ありがとう。
ございます。未来、誰のせいでひどい目にあったか忘れてるみたいやな。でも再生数のランキングは上がりません。未来さんが身を挺したというのに。ちょっとやそっとの刺激じゃ見ている人も満足できなくなってるのかも。そうか、だとしたらどうする。こうなったら炎上商法しかないわね。炎上商法？なんだそれは。不謹慎なことをわざとやって批判と引き換えに注目を集める手段よ。それは卑怯じゃないのか。卑怯も作戦のうちやん。だからここはなんだこの揺れは。地震でしょうか。でもなんか変だよ。地面が揺れてるって感じがしないんだけど。確かに変やな、この揺れ。収まったみたいね。しかし変な地震だったな。地面というより空気が揺れていたような。おや、この匂いは火事ですわ。今の地震のせいかもしれんな。みんなすぐに消火するぞ。行きますわ。商法をやる前にこんなことになるなんて。みんな気合を入れろ。ウォーターガンで消火するんだ。私の大事なもやしが炎に飲まれていきますわ。今はもやしにかかってる場合じゃないわ。でもあれはただのもやしじゃありませんよ。オーガニックの超高級もやしで。つべこべ言わずに消火だ。死にたくないだろ。今日も激しいね。これで安心やな。怪我人もいなかったようで何よりだ。みんなよくやったぞ。全然よくないですわ。私の大事なもやしが。Thank you.
炎上商法なんてちっとも良くないですわ。燃えて燃えて結局残るのは炭だけ。このもやしのように虚しい最後を迎えるのです。確かに本物の火を見た後じゃ炎上商法を起こす気にもならないわね。うん、そうだね。みんなすまない。どうしたの、ホムラちゃん。 YouTube で目立とうと言い出しておきながらなんだが、もうこんなことはやめにしよう。え？消火活動をやっていて思い出した。自分から売り込まなくても私たちの力はいつか必要とされる時が来る。そんな時がいつ来てもいいように牙を研ぎ続ける。それが私たちにとって一番大事なことのはずだ。確かにおっしゃる通りですわ。そうね、よく考えてみたら忍びが目立とうだなんて本末転倒だしね。仕事のことならまたバイトを頑張ればいいさ。じゃあ P1 グランプリはどうするの？食べ物100年分は魅力的だが、ここで棄権しよう。かえって修行ってわけやな。その通り。さあみんな帰り支度の準備だ。これがもやしの力ですわ。どうした、未来。変なメールが届いたの。もちろん忍びの仕事よ。仕事内容は PBS に関すること。実は PBS には裏があるの。 P1 グランプリの最終予選が終わったら全てを話すわ。試合後大会の控え室に来て。だって何の話やろうな、これ。 PBS に裏があるってどういうことかな。裏面のボーナスステージがあるとか。さすがにそういう意味じゃないと思いますけど。気になるわね。話を聞いてみる。そうだな。それに私たちに忍びの仕事を頼むっていうのが気に入った。そこまで言うなら期待に応えてやろうじゃないか。どうだみんな。うん、賛成。ええで。忍びの仕事っていうことなら話を聞きに行く価値はあると思います。よし、決まりだ。あら、ホムラ愚連隊の皆さん、 P1 グランプリは棄権して帰ると聞いたのですが。棄権は取りやめだ。私たちは戦う。大事な仕事が舞い込んできたんでな。行きますわ。
勝者も盛り上がってきたわ。じゃあな。ホムラさん、さっき PBS の裏とか言っていましたが、そのことを詳しく教えてもらえませんか？それはできん。なぜならこれは私たちへの依頼だからな。依頼？そうだ、依頼。いい響きだね。私たちはお前たちよりも先に大人の忍びの階段を登っているのだ。よくわかりませんが、何か悔しいですね。忍びの力だ。大人の忍び、確かにすごいですね。乾杯です。ユミよ、お前も早く大人になるのだな。場所は確かこの辺だと思うけど、誰もいませんわね。よく来てくれたわね。待ってたわよ。メールを送ったのは私よ。え、鈴音先生が？バカ未来、それは言ってはならぬことだろう。私の勘違いです。あなたはミス R で鈴音先生じゃありません。分かればいいのよ、分かれば。あくまで今回はそういうことにしておいて。はい、何か事情があるのですね。分かっているのなら話は早いわ。時間がないから単刀直入に行くわよ。 PBS はただの水かけっこじゃないの。どういうことですか？PBS の真実、それは真を鎮めるための儀式なのよ。真とはあの最強の妖魔のことですか？真の出現はすぐそこに迫っているわ。このところの異常気象もそれが原因なの。そうか、それで冬なのに夏みたいに暑かったのか。
あと先ほど地震のような振動を感じなかった？神出現の予兆なのよ、あれは。神がついに。でも忍び陣営の対抗策はまだ整ったとは言えない状況よ。今神と戦えば負ける可能性が高いわ。そこで神出現を遅らせるために考えられたのが、それが PBS P1 グランプリだと。その通り。あのウォーターガンでの打ち合いは巫女の封印の儀を模したものなの。なるほど。それで私たちに何をしろと？あなたたちには他のグループにはない結束力がある。そこから生み出されるエネルギーは封印の力をさらに強固にするわ。だからこの大会で最後まで思いっきり暴れてほしいの。最後まで、つまり優勝しろと？そういうこと。仕事として報酬はきっちり払うわ。優勝の商品とは別にね。わかりました。その仕事受けさせていただきます。よろしくお願いね。鈴音先生、ありがとうございます。忍び学生ではない私たちのことを気遣ってくれたのですね。言ったはずよ、私は鈴音じゃないって。これはあなたたちの力を見込んでの依頼だから対は一切ないわ。はい、その気持ちに応えられるようにこの仕事全力でやらせてもらいます。ええ、期待しているわ。これがもやしの力ですわ。どないしたんや？気合が入りまくって闘志を抑えることができないんだ。だってそうだろ、あの真の復活を阻止するという依頼だぞ。私たちの初仕事としては最高じゃないか。鈴音先生には感謝しないといけませんね。でも仕事は仕事よ。鈴音先生は関係なくきっちりこなさないと。うん、そうだね。試合はまだか。早く私に戦わせろ。ホムラちゃん、燃えてるみたいだね。アスカ、準決勝の相手がホムラちゃんたちって聞いて私も燃えてるところだよ。悪いがアスカ、今の私はもっと燃えている。お前たちとは比べ物にならないほどにな。そんなことない、私の方が燃えてるよ。いいや、私の方が燃えている。私の方だよ。私の方だ。だったらどっちの方が燃えてるか戦ってはっきりさせるしかないね。いいだろう、望むところだ。行きますわ。さあ行きますわ。さあ行くよ。5 4 3 2 1 PBS やっぱり半蔵が相手っていいわね。ええ、わかりますわ。そう言ってもらえて嬉しいな。俺たちも同じ気持ちだ。大会のことなんか忘れて夢中になっちゃう何かがあるよね。ああ、お前たちはまさに友。
燃えて燃えて燃えまくりだ。試合だった。で、こういう相手がいることを嬉しく思います。うん、またこんな風に戦えるといいね。メイク成功ですか。半蔵の子たちと戦うのって楽しいわね。これぞバトルって感じでした。なんか充実した戦いをすると YouTube に必死になってたのがバカみたいだね。それもまたいい思い出だ。必死な努力はいつか実を結ぶものだ。それがたとえ YouTube でもな。そうだよね。 YouTube のおかげで私たちもっと仲良くなった気がするし。確かにそうやな。私たちには学校や家という拠り所がない。だからこそ仲間との絆が大事なんだ。何にもない。でも絆はある。そういうことやな。あら、うまいこと言うわね。何にもない、でも絆はあるか。確かにいい言葉だ。額に入れて飾っておきたいくらいだ。ええ、そうですわね。さあ、残るは決勝戦だけだ。暴れて暴れて暴れまくるぞ。これがもやしの力ですわ。決勝の相手は誰だ。さっさと出てこい。お前たちの相手は私たちだ。あらあら、そうだったの。新旧蛇女対決ってわけね。ねえねえ、優勝したら何が欲しいか決めた。どんなお願い事をするのですか。それはまだ決めてませんけども。決めてはいないが、はっきりしてることがある。私たちは過去を振り返りはしないということだ。
何だと。一人前の忍びとして与えられた仕事をこなす。今の私たちにあるのはそれだけだ。仕事？お前たちは任務で PBS をやっているのか？そうですわ。詳しいことは言えませんけど、依頼人への守秘義務がありますから。仕事なので。どういうことなんだ。ごめんなさいね。あなたたち学生さんとは住んでいる世界が違うのよ。私たちは一人前だから。しかし勝負となれば一人前も学生も関係ない。強い者が勝つ。ただそれだけだ。ああその通り。さすがは雅。いい意気込みだ。ならば私たちで最高の決勝戦にしようじゃないか。行きますわ。私たちの初仕事、絶対に成功させましょう。よく見たら、元気だったらね。ギョーラちゃん、ダメになっちゃう。スプラッシュ。なんてことよ。どちらに転ぶかは分からなかった。ミヤビ、お前たちならヘビジョの魂を継いでいけるはずだ。ホムラ、優勝おめでとう。心からそう言わせてもらう。コングラチュレーション。よくやってくれたわね。はい、やることはやりました。それでシンはどうなりましたか？まだはっきりとしたことは言えないけど、シンの封印は相当強固なものになったはずだわ。よかった。はい、これ小切手、約束の報酬よ。十分な額だと思うけど。ちゃんと受け取りなさい。あなたたちはちゃんと仕事をしたのだから。 はい、ではありがたくいただきます。よし、みんな、これで焼肉パーティーだ。イ
やったー、本当にありがとうございます、鈴音先生。鈴音先生どこにいるの？こっちで呼んでるわよ。最後までしらばっくれたわね。大したもんや。あとは大会の優勝商品ね。何にするか決めたの？そうですね。何の音だ？ちょっと どういうことよ。まさかマシンが暴走を？な、鈴音先生！これがもやしの力ですわ。なんだあれは。なんか卑猥なものを感じるの。これはペロペロマシン、恐るべき凌辱マシンよ。この場にいる全てのものを恥ずかしめるまで止まらないの。ああ鈴音先生。凌辱マシンってそんなもの誰が何のために作ったのよ。誰がって作ったのは運営だよね。運営か大会プロデューサーにはとんでもない変態がいるってことか。だけどなんでペロペロマシンが暴走しているの？真の封印のためにエネルギーはもう十分に足りているはず。それなのにどうしてまだエネルギーが足りないというの？大変！ペロペロマシンがこっちに来るよ。うん、鈴音先生！私は鈴音先生ではない。こんな状況でも正体は明かさない、すごい信念ですわ。くそ、このまま放っておくわけにはいかん。ここは P1 グランプリ優勝の私たちがペロペロマシーンを止めるぞ。おう！決勝で暴れすぎたかもな。だが心配はいらない、私には仲間がいる。そう思うと体から力が湧き出てくるんだ。わしは感情はないけど今の言葉がなんか心に響いたぞ。私もよ。私もです。Ah!
っと本気、本気を見せて。絆がある。ホムラさん、今カメラ目線やったで。まあ一応な、せっかくだからアピールしておかないと。これで P1 グランプリも完全に終了よ。ご褒美にいいものを見せてあげる。ミス R の正体は私だったのだ。隠していて悪かったな。いえ、初めから知ってました。私たち何度も突っ込んだんだけど。まあいいじゃない、そういうことにしておきましょう。鈴音先生もいろんな意味で辛かったんだろうから。そういうことにしておいてもらえると助かる。あれ、ちょっと待って、何これ。どうした。見て、すごいメールが来てる。メールの内容は忍びの仕事の依頼ばかりだよ。ペロペロマシーンとの戦いが好印象だったみたいですね。やだ、なんかすっごく嬉しいんだけど。わしは感情ないけど、さすがにちょっとニヤニヤしてまうわ。うおお、アスカよ、ユミよ、ミヤビよ、見たか、私たちは一足先に本当の忍びになったぞ。必死な努力はいつか実を結ぶ。ホムラの言う通りになったね。はあ、そうだな。みんな、今日という日のことを忘れるな。ホムラグレン隊、最強の忍びへの第一歩、その記念日だ。はい。なあホムラ、カメラがこっちに来たよ。よし、みんなカメラに向かってポーズだ。そして決め台詞は、何にもない、でも絆はある。